今回はコーヒーのテイスティング、いわゆるカッピングですね。カッピングについての話をしていきたいと思います。高橋優太の動画。コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じコーヒー好きの高橋優太でございます。まあこのチャンネルやって結構長いんですけれども、今までこのカッピングですね、コーヒーのテイスティング、カッピングのやり方についての話ってちょっとまだやってなかったなと思いまして、まあ、最近ですね、ちょっと会社の方にですね、そのカッピングのやり方について、まあ、問われる機会がございまして、まあ、関心がある方もいらっしゃるのかなということで、まあ、動画にしてみようと思った次第でございます。最近コーヒーに関心を持たれた方は、まあ、写真か何かで、まあ、こういったカップにですねコーヒーが入っていて、でスプーンでこうすくってすすって味見するみたいな、まあ、そういうシーンを見たことがあるかもしれないですけど、まさしくあれのことです。で前半はですね、まあ、デモということで実際に、まあ、ちょカメラ回しながら僕がやってみて、で後半スライドを使って詳しく説明するという流れで進行したいと思います。はい、では必要なものについて説明していきたいと思います。まず当然コーヒー豆ですよね。味見をするコーヒー豆が必要です。で豆の場合は当然この状態だとコーヒーの抽出ができませんので、まあ、こういったコーヒーミルが必要になってきます。でこういった複数の種類のコーヒーをテイスティングするっていう機会が基本的にはまあ多くなってくると思うので、まあ、電動があるとやっぱり便利ですね。でコーヒーミルは引き目調整ができるものをチョイスしてください。でコーヒーを抽出する際に次こちらですね、はい、耐熱容器が必要になります。まあ、専用のですね、これカッピングボールっていうのがあって、普段はこっち、これめちゃくちゃ便利なんで使ってるんですけど、まあ、あんまり入手性良くないんで、今日はこの耐熱グラスでやりたいと思います。デュラレックスっていうグラス、160cc 入るものですね。であとは、スプーン。コーヒーをすくって吸うときに使うスプーンです。でこれもですね、カッピングスプーンって言って、これコーヒー用のものになるんですけども、まあ、ある程度の液体をすくえるスープ用のスプーンであれば基本的には大丈夫です。これはコーヒーインストラクターの講習会に参加した時にいただいたカッピングスプーンになります。で次はこちらで、スプーンをすぐ際に使う水を入れた、まあ、容器ですね、まあ、グラスに入れております。あとはテイスティングするときにコーヒー基本的には吐き出すんですけれども、吐き出し用のカップ、まあ何でもいいんですけど紙コップとかでも大丈夫です。引き出し用の容器で、あとはスプーンを、まあ、水ですぐ際に水を切るわけになるんですけども、その水を切るための容器ですね。であとは豆を計量するためのスケールと、あとちょっとここには映ってないですけど、お湯を沸かすための、まあ、やかんやら何やら、まあ、電気ケトルとかそういったものが必要になります。じゃあやっていきましょう。で僕がいつもやる時の分量なんですけれども、コーヒー豆 7g に対してお湯の量が 125ml、125cc ですね。なので 7g の豆をまず測ります。使う豆はインドネシアのマンデリンとブラジルです。この間のコーヒー鑑定士の勉強してるときに自分で焼いたやつですね。はい。では続いてこの豆をひいていきます。で、ひき目については僕はいつも中挽きですね。粗すぎず、細かすぎず。で引いてみます。はい、こんな感じで豆を引きました。でそうしましたらまず粉の状態を観察します。なんか色にばらつきがないかなとかのを観察して粉の香りを嗅ぎます。でまあ普通に嗅いでみて甘い香りがすれば、コーヒーらしい香りがすれば OK ですね。変にダメージが入ってるコーヒー豆だと、もうこの時点でカビ臭かったりとか、ちょっと嫌な匂いするなっていうのがあったりしますので、まあ、この時点で、まあ、香りを取ってみるっていうのも非常に大事ですね。でそうしましたら、ここに対して沸かしたてのお湯ですね。沸騰したお湯を 125cc 注いでいきます。7g に対して 125cc ですね。はい、で、注いでいくんですけども、注ぎ始めたタイミングで、タイマーをスタートさせてください。よいしょ。もう一方にも同じように注ぎます。
先ほどタイマー付きのスケール使ってるので言いそびれちゃったんですけど、こういうタイマーも必要ですね。なんでスマートフォンとかでも大丈夫です。時間が測れるものをセットでご用意お願いします。はい、でこの状態で4分待ちます。今このコーヒーの成分がお湯の方にこう移って抽出が進んでいるような状態ですね。しばらく待ちましょう。で待ちつつですね、この状態でまた香りをこう取ってみます。で先ほどこの状態でも香り嗅いでみましたけれども、お湯を注いだ状態ですね、でも香りを嗅ぎます。でお湯を注ぐとですね、やっぱりちょっと先ほどと違った表情といいますか、甘い香り、スパイシーな香り、フローラルな香りとか、いろいろ表現方法はありますけれども、どういう香りがするのかっていうのも、こう香ってですね、情報を取り入れるっていう感じで、はい、香りを嗅ぎます。ブラジルの方は、なんか普通に甘い、ちょっとチョコレートっぽい香りですね。このインドネシアの方はもう、独特っすね。スパイシーな香りってやつですよね。はい、すぐもうインドネシアのマンデリンの香りだなっていうのがこう分かるような香りです。はい、では4分経ちましたので、このスプーンでですね、このコーヒーを攪拌します。で僕はいつもですね、このスプーンで、そこの方までこう4回ゆっくりこう攪拌するようにしています。で攪拌するときにまた顔をこのグラスに近づけて香りを取るっていうのが大事です。攪拌する際に香りがすごいバッてこう出てきますので、その情報も余さず取りに行くっていうことですね。でちょっとやってみましょう。でこっちも続いて攪拌するんですけれども、このスプーンを一旦水で注いでください。で水を切る。でこっちも攪拌します。インドネシアすごいですね。マンデリンの香りすごいです。独特で、攪拌しましたらこの上に浮かんでるアクとか細かい粉ですねをすくって、この吐き出しカップの方に捨てていきます。表面をきれいにするような感じですね。はい、これであとはもうこのスプーンですくって味見するだけなんですけれども、最初ですねちょっと熱すぎるので、少しでももう7分経ってってるので大丈夫かなと思います。あんまりすぐ味見しちゃうと火傷しちゃうので、そこだけお気をつけください。ちょっとやってみましょう。でコーヒーのテイスティングする際に空気をこう一緒に吸い込みながらズズズズってこう口に入れると、風味が広がりやすいんですけれども、最初いきなりそれやると本当に火傷の危険性があるので、まずは普通に口に運んでいきます。大丈夫ですね。じゃちょっと吸い込みながらいってみましょうか。いやマンデリンは美味しいっすね、やっぱり。個性がすごい。で、味見しながら、こう変な、最初香りのところでも言いましたけれども、変にカビ臭くないかとか、変に薬っぽい薬品っぽい香りがしないかとか、そういう嫌な味がしないかどうかっていうのをまず確認します。で、大丈夫だなと、大丈夫だなとなったら、今度はですね、後でまたちょっと触れますけれども、甘い心地よい香りがするかとか、変にこう雑味がないかとか、あとは心地よい風味があるかとか、そういったのを考えながらですね、もう神経を研ぎ澄ませて味見をしていくっていうような感じですね。はい、ということで手順としては以上のような形となります。なので手順自体はそんな難しいことはないかなと思います。どちらかというと、こういかにですねこの経験を積んでいくかっていうところが肝で、マンデリンはこういう香りがするみたいなのは、一度味わったことがあると、こういう味だなっていうのがどんどんこう記憶に入っていくわけですよね。なのでその蓄積っていうのをいかにやっていくかっていうのが、カッピングの肝なのかなと思うんですけれども、ちょっとですねこの後、スライドを使いながら今の手順についてですねもう少し話をしてみたいと思います。はい、ではスライドを使いながらもう少し詳しく説明していきたいと思います。カッピングとは、
これは試飲味見ですね。コーヒーを、まあ、飲んでみて味見してみてどういう味なのかなって確認してそのコーヒーを評価することが、まあ、カッピングです。でこの際ポイントなんですけれども、まあ、さっき、まあ、お湯を注いで4分待ってスプーンで攪拌してとか、まあ、引き目は中引きでとかいろいろ言いましたけれども、あのやり方自体はそこまで大事ではないと思っています。大事っちゃ大事なんですけども、それよりも大事なのはいつも同じ条件で行うことがポイントです。まあ、これどういうことかというと、まあ、例えばなんですけども、まあ、ブラジルの豆をこの間まあ買ってきて、まあ、こういったカッピングの要領で味見してみましたと。でまたあの違う日に別のブラジルの豆を買ってきたので同じ要領でまあカッピングで味見してまあ比較してみようっていうことでやるとするじゃないですか。で同じチューブ帰りの豆でやってみたけど、なんか今回のブラジルは味が軽い気がするな、まあ、こういう豆なのかなって思ったとします。でよくよくその背景を伺うと、実は前はあの夜間で沸かしてすぐこうお湯を注いだんだけれども、今回は沸いてから5分10分ぐらい経ってからお湯を注いだんだよねみたいなことが分かったとします。でそうなってくると、そう豆が違うから味が変わったっていうんじゃなくて、抽出の仕方、前回は100度のお湯でやったけれども今回は80度のお湯でやったから味が軽くなっちゃったんだよねっていう風にもなるかもしれないっていうことです。なので缶コーヒーとかであればまあいいんですよ。もう出来上がって飲むだけなので。でこういうコーヒーに関しては、まあ、豆なり粉なりで買ってきてっていう時は自分でコーヒーを抽出してで液体の状態にして味見するっていう形になりますので、そう絶対にもう同じ抽出でカッピングをするときは行うっていう、これがポイントです。でそれをやらないとコーヒーが違うから味が変わったのか、それとも抽出の仕方が変わったから味が変わったのかっていうのが分かんなくなっちゃうわけですよね。で言葉を変えると、もうコーヒー以外の条件は変えないっていうのが、はい、ポイントになってきます。でコーヒーを抽出するときのポイントっていうのはいくつかあるわけですけれども、まあ、さっき言ったお湯の温度であったり、あとはまあ引き目ですよね。細引きなのか中引きなのか粗引きなのか、あとはお湯と粉の量の割合、粉に対してお湯を少しだけ使うのか、それとも多めに使うのか、あとは抽出方法ですね。ハンドドリップで入れる、でさっきやったように浸湿式で入れる、あるいはコーヒーメーカーで入れるとかもいろいろありますけれども、抽出方法っていうのもポイントになってきます。で抽出時間、今は、まあ、注いで4分経ったタイミングで攪拌してっていうことでやりましたけれども、まあそれを3分経った時に攪拌するのかとか、はい、そういったのでも味の出方が変わってくるので、まあ、このあたりの条件を揃えることがカッピングの時はものすごく大事になっていきます。で僕はどうやっていつもやってるかっていうのが、まあ、さっきのやり方になるんですけども、お湯の温度は100度、まあ、沸きたてのお湯で基本的に抽出しますということです。まあ、そっちの方が、まあ、シンプルで条件揃えやすいからって考えてるからですね。別に90度でもいいんですけども、90度のお湯を狙って用意するのって結構難しいじゃないですか。沸かしてちょっと冷まして、温度計で測ってよし90度だってめんどくさいので、まあ、僕は100度っていうことで、まあ、統一しています。で引き目は中引きですね。でこれも使うミルを決めて、でこのミルの何番の引き目でいつも引くぞとかっていうふうに決めておくと揃えやすいかなというふうに思います。でお湯と粉の量の割合については、まあ、18倍ですね。でこれはですね、まあ、いろんなルールがあるんですけども、18倍が採用されている事例が、まあ、結構多いので、まあ、僕もそれに習って18倍にしてるっていう感じです。で抽出の仕方はカップを使った浸湿式ですね。カップに粉を入れてで抽出するっていうやり方です。あとは、まあ、4分後に4回攪拌して表面をすくってきれいにするっていう、まあ、そういった形で僕は条件を揃えていつもカッピングをしております。であくまで一例なんですよね。なので大事なのは自分でその味見するとき、カッピングするときはこうやろうっていうのを決めておくっていうのが大事です。別にあのさっき言って90度でもいいんですよ。私はカッピングするとき90度でやりたいということであれば毎回90度でやるっていうのが大事
っていうことです。でこれもですね、いろんなコーヒーの団体があって、でこの団体はこういうルールでやってるっていうのは結構バラバラなんですよね。なので気になったらばコーヒーカッピングプロトコルとかで検索してみるとめちゃくちゃたくさん出てきますので、調べてみると面白いかなと思います。でカッピングするとき、毎回そのカップ使ってやるシーンをこうよく見ると思うんですけど、なんでそれでやってるかっていうのはやっぱちょっと疑問に思うところがあるかと思います。これはですね、カップとお湯で抽出すると、抽出のブレが非常に少ないんですね。簡単にできるし、であとはもうお湯注い で決めた分量でお湯注いで決まった時間待てばいいっていうので簡単なので、やっぱりこれがよく採用されてるってことなのかなと思っています。であとは10杯とか50杯とかもう本格的なカッピングセッションになった時ですよね。それを全部ハンドドリップで抽出するってなったら、ブレの面でもそうですけども、やること自体がもうそもそも大変になってくるじゃないですか。でもこれだったらカップに粉入れてどんどんこうお湯注いでいくだけで一気に抽出できるので、そういった意味でも効率がいいのかなというふうに思っています。ただ先に楽した分、あと片付けがめんどくさいです片付けめんどくさいんですよ。これ粉が中に溜まってこれどうやって捨てるよっていうふうになるので、片付けがめんどくさいっていうのがあります。あとは、絶対もう私はハンドドリップで飲むから、ハンドドリップで入れて、その味を評価したいってことであれば、ハンドドリップでやるっていうのも全然 OK です。で、その場合は、お湯の注ぎ方ですよね。極力、ブレないやり方でお湯を注いで抽出してやるっていうのに気を配る必要があるかなというふうに思います。あとは、スプーンで味見するときですね。これも絶対こうしたら正解っていうのはなくて、そのカッピングをする場で周りをこうキョロキョロ見ておりますと、やっぱ人それぞれなんですよね。こう空気と一緒にずーっとこう吸い込む人もいますし、あとなんかこう口笛吹いてるようなピューってこう音立ててすする人もいますし、あとは音立てないで普通に口に運んで味わってる方もいますし、なんで、いろんな形でコーヒーを口に運んでみて味わってみて、で自分にとってどうしたらそのコーヒーの味が分かりやすいのかっていうのを一回いろいろ試してみるといいかなと思います。普通にさっきみたいに吸ってもいいですし、普通に口に運んでもいいですしっていう感じですね。でポイントですけれども、さっきも触れましたけれども、コーヒーをすくったらば基本的には一回水ですすいで水を切るっていう、これ癖つけた方がいいですね。やっぱ味が混ざっちゃうのが良くないっていうですよね。ブラジルとマンデリンが極力その同じスプーン作って、味見していく形になるんで、混ざらないように配慮するっていうことです。であと味が強いコーヒーですね味見した時は一回口を水ですぐといいかなと思います。マンデリンからブラジルとかって結構その味の濃さが違うので、マンデリンを味見したら一回ちょっと口すいで吐き出してブラジルとブラジルの味が、より分かりやすくなるかなと個人的には思います。であとは僕全部こう基本的に吐き出しますけど、飲んでもいいんですかって、もちろん飲んでも大丈夫です、飲んでも大丈夫なんですけど、目的はやっぱり味見なので、飲みすぎるとやっぱこう僕が気持ち悪くなっちゃうんですよね。でこう飲んでも別にいいんですけど、もうずっと真剣に毎回こう飲んでると、どんどんそのコーヒーが胃に溜まって気持ち悪くなっちゃうので、目的が味見っていうことで、吐き出してその味を取るっていうことに集中した方が個人的にはいいかなと思います。であとポイントは温度ですね。温度によってその味わいの感じられ方が変わってきます。温度が高いとですね、やっぱりこう苦味が感じやすくなったりとか、あと細かい味のニュアンスが分かりづらかったりとかっていうのがあるかなと思ってます。逆に下がりすぎると苦味の感じ、その質感っていうんですかね、っていうのが分かりにくくなって、こうちょっと軽い感じになっちゃうので、その温度によって味わいの感じられ方が変わるっていうのも意識しておくといいかなと思います。だいたいですね、注ぎ始めてから7分ぐらい経つと、65度ぐらい、適温になってくるって感じですね。なので、ちょっと待って味見をしていくっていうのがいいかなと。これもこうじゃないといけないってのはないんですけどね、個人差やっぱ感じやすさが違うと思うので、
これも個人的にはちょっと厚い方がその何て言うんですかね、そのコーヒーの質感、そのザラつきとかクリアな感じとかっていうのはまあ分かりやすいかなーなんて感じたりします。下がってくるとその感じがちょっと薄くなってくるっていうか、これもちょっと経験談なんですけども、ということで、まあ、温度についても気をつけていいかなと思います。まあ、で最後に味見のポイントなんですけれども、まあ、先ほども少し触れましたけれども、まずですね、あの変な味がしないかっていうのを見た方がいいです。まあ、普通にお店で買った焙煎豆であればそんなないと思うんですけど、変なそのカビ臭さがないかとか、あと漂白剤みたいな薬品種がしないかとか、あの生豆の品質によっては普通にそういういわゆるダメージですね、感じ合いをフレーバー、そういう不快な意味があったりしますので、まずそういうコーヒーじゃないよねっていうのを確認します。で、あとはもうその細かいその味の取り方になってきちゃうんですけども、まあ、今回はちょっとざっくりということで、まあ、飲んでみてまず雑味がないかっていうことですよね。透き通った味わいかどうか、こう渋い感じがないかとか、まあ、基本的に雑味がない方がいいコーヒーです。で、あとは甘さを伴った心地よい香りがあるかとか、でこれも甘さを感じられた方が、まあ、いいコーヒーですね。であとは心地よい風味があるかどうかですね。普通に口に含んでみて、こう青臭い感じとかじゃなくて、普通にこうフルーツのような香りがしたりとか、チョコレートみたいな甘い香りがしたりとか、心地よい風味があった方が、まあ、いいコーヒーということになります。あとは焙煎度にもよるんですよね。浅煎りであればその酸味の質がどうか、まあ、苦味よりの深いのコーヒーであればその苦味の質がとか、ね、まあ、それぞれその味のパーツを確認していくっていう感じで味見をしていきます。はい、はい、ということでざざっとカッピングのご説明をさせていただきました。まあ、繰り返しですけれども、毎回その目的がコーヒーの味見をするってことなので、コーヒー以外の条件っていうのは基本的に揃えて味見をしましょうっていうことですね。重ねがさですが、これがポイントになります。で、その上で先ほどもちょっと触れましたけれども、いろんなコーヒーを真剣にこう集中して飲んでみるっていうことですよね。で、それを繰り返しやっていくと、インドネシアのマンデリンはこういう個性的な味だよね、ブラジルの豆っていうのはこういうちょっとこう柔らかい酸味の味わいだよねっていうのがだんだんですね、この頭の中に入ってくるんですよね。で、その上で飲んでみると、あ、やっぱりインドネシアはこういう味だよねっていうのがこう味が分かってくるっていうやつですよね、なってくるのかなと、思っております。まあ、カッピング楽しいっすよやっぱりですね、味が分かってくるっていうのも楽しいですし、コーヒーごとに味って結構違うので、まあ、その全く知らない味に出会ったりとか、あとはすごい、あ、このコーヒーいいコーヒーだなっていうコーヒーに出会ったりとかってなると、やっぱりテンションが上がります。まあ、やろうと思えば結構簡単にできますので、皆さんも興味ありましたらお気軽に試してみていただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。